どうも、内山美恵です。新しい機能が実装になりましたね。今日は初のイベントやっていこうと思います。ちなみに現在はですね、浜辺を散歩しておりまして、今回特別ゲストをお招きしております。準備はよろしいでしょうか。はい、今回はこちらのお方と一緒に今回の動画をお送りしていこうと思います。初登場でございます。私の家族のココさんです。あれ、ココさん、ココさん、ココさん、おはようございます。ご機嫌はいかがでしょうか。はい、私の家族の愛犬ココさんと今日はね、散歩しながらポケモン GO をやっていこうと思います。さてさて、ポケモンリサーチで毎日の冒険がより楽しく、新要素ポケモンリサーチが追加されたということで、今回はね、これ初見プレイしていこうと思います。初めてだ、行ったるぞ、頑張ったるぞ、おー、頑張ろうね。はい、じゃあ楽しくお散歩行ってきまーす。さてさて、お、なんか博士がぬるぬる動いている。ほうほう、博士からダイレクトにミッションが受け渡されるわけですね。あ、なんか何も言ってないのに、何も言ってないのに手伝ってくれるんだなって。まあまあ手伝うんだけどね。なるほどですね。はい、まずはポケストップを5回回す、10匹捕まえる、ポケモンを5匹送る。おし、あ、これならできそうだ。ポケストップが結構ある場所に来たので、さあ行ってみよう。ココさん、ポケモンいますかね。ポケモンいますか。探していこっか。よし、行ってきます。さあ行ってみよう。まずはね、ポケストップを回すですよ。ココさん、ココさんが歩くから、ちょっと待って、ポケモン捕まえたいんですけど。ココさん、ちょっと私10匹捕まえなきゃいけないんだけど。よし、あ、止まってくれた。オッケーオッケー、この間に、今がチャンスです。ココさんが匂いを嗅いでいるうちに、私は、あ、よっ、頑張って捕まえて。これ大変だね、カメラを持って携帯を持ってココさんに引っ張られるっていう超忙しいんだけど。お、ポケモン1匹目です。よしよし、この調子でどんどん行きますよ。あ、もうじゃあ動きながら行こうか。あ、よし、じゃあ歩きながら行こう。ココさん、お待たせね。よし、2匹目。おくしゃみした、大丈夫か、ココさん。ポケモンの画面が、ポケモンの画面がおろそかになっている。あー、届かない。あ、ナイスナイス、よかったよかった。よし、ゲット、2匹目ゲットでございます。走行してる間にポケストップ2個目に来ましたよ。ジムかこりゃ。よーい、ポケストップを5個回すうちの2個目回しました。あ、ナッシーがいる。いいじゃんいいじゃん。ナッシー、なんか捕まえられなそうな気がするから、次からあれですね、カメラは広角の方がいいね。ココさんが入りきらないもんね。ここで乱獲していこう。ココちゃん、
ダメだな、砂浜になっちゃう。ここちゃん、ドロここまでだ。ドロここまでです。戻りましょう。ここさん戻りましょう。ちゃん気持ちいいね。で、ポケストップあと1個だよ、ここさん。頑張ろうね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。頑張れ、頑張れ、ウォーキング。はい。さて、これでポケストップが5個目だと思うんだ。イエーイ、ポケストップ5個回す。ミッションクリアです。あとはポケモンを5匹送るだけとなりました。よし、最後はこのポケモンを5匹送るっていうやつをやっていこう。じゃあ送っていこう。はい、博士に送ります。送りました。そうするとこれ、え、どうやって受け取るんだろう。受け取る。できたできた。お、孵化装置、そしてルアーモジュール。お、ありがとう。これでどんな不思議な現象でも感知できるようになったぞ。ほうほう。うんうん。なるほど、こうやって続々とミッションが現れるわけなんですね。今度はね、またココさんは一緒に参加してくれるかな。また続々とこのミッションをクリアしていこうと思います。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと窓の方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram もいますので内山みえで検索よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。